えー、今日、えー、まあ、いろいろ撮影して、えー、自宅帰ってきたところです。えー、2022年11月の、えー、11日、12日ですね。ええー、三田市の、この、ウンディータウン中央という神戸電鉄の駅の近くに、まあ、そこそこの大きさの、あのー、 映画館がありますので、そちらでワンピースレッドフィルムを見て、まあ、こう歩いて、そこから、まあ、いろんなところを撮影したところです。で、途中であったね、あのー、畑にした方がいいって言ってたのが、この、えー、っと、橋。 上池公園、多分こ,のこれだと思いますね。地図で見ると、こういう風にいろんなところに池があって、まるで水が溜まってるような錯覚を起こすんですけども、はっきり言って現場見に行かないとわかりません。で、ああいう風に、えー、今日撮影した内容みたいに、えー、畑に、 あの、ほとんど水が溜まってなくて、あ、ここだったら畑にちょうどいいなというようなところは結構あります。えー、そういったところをで早急に小麦畑を作ると。例えば、まあ、三田市を今、まあ、この近辺でしたら、まあ他にも学園都市のところとかに池ありますよね。だからもし水がたくさん大量に溜めれる 溜めれてるようなところであれば、周りがコンクリート化していて、地面も、あの、そこのところもすぐにコンクリート化できるんであれば、そこは農業用地としても使ってないのであれば、農業用水としても使ってないのであれば、蓄電池用の池にすると。こういったところはいっぱいあるんです。小麦畑にするか、蓄電池用にするか、これだけ数あったら、すぐにあっちこっちで作れます。出来上がります。 で、ここにもありますね。つじが丘のすぐ近くにも。で、この近辺も、この辺も池ですね。ここも池ですね。この辺も池ですね。池、池、池、池だらけですね。三田市内は元々人口が7万数千人ぐらいだったんですよね。えー、それが阪神淡路大震災前の1980年代ぐらいです。 阪神淡路大時代震災は1995年に発生してるんですけども、その時と比べて現在14万人ほどの、えー、ほぼ倍増になっています。14万4千人ぐらいですね。で、まあ、大分都市化されてるんですけども、まあ、あの、こういうふうに以前撮影しました。戦、え、場、ー、寺湖だとか、えー、神戸水、神戸水道、えー、千ぇ、貯水池とか、 あと、まあ、こちらの方でしたら、土が丘の近くだったら、こういうふうな大川瀬、大川瀬という、えー、ダムがあります。大川瀬ダムと。 ここね、一回見に、あの、この辺も巡回してて、この近くにも住居があって、まあ、とり受かってくれる人とかいて、あのー、行ったことあるんですけども、ここはね、高低差がかなり高い位置にあって、そこはかなり深そうでしたね。だから水がたくさんあるようには見受けられました。こちらの戦場デラ子と水量を、そんなに変わらないんじゃないかと。あの、水がそんなに溜まってないんですよ。ここも、多分、 深さ2、3メートルぐらいじゃないですかね。まあ、地点によると思いますよ。だからね、いろいろあのー、まあ、ここは三田で、ここは境界線で、隣があのー、横川町で、こちらは三木市になるのかな。で、この辺りも、まあ、ゴルフ場の中にこういう風うに、隣とかに池とかがあったり、 ゴルフ場のすぐ近くとか、この辺とかも行け行け行け。で、ここも行け行け行け。で、電線が近くにあるかないかで、えー、蓄電池用にするかどうか、それを決めりゃいいんですよ。電線引っ張るのが楽かどうかで。 コスト的に安くできるでしょこの辺のところも池池池。ゴルフ場があるっていうことは建物があって電気を引っ張ってきてるはずだから電線があるはずです。だからこの辺のところでも蓄電池用に適したところを蓄電池用にして畑にできるところを畑にしたいんです。この辺もえいっぱい池あります。もうあの兵庫県内池の数探したらもう小さいものまで入れたら 何千もあると思いますよ。多分、もしかしたら万あるかもしれませんね。それぐらいあります。だそこで、蓄電池に適した池、元々あるもの、ちょっとした工事ですぐできる。あの、こういったところをうまく活用すると。まあ、こういうふうなことになります。今回は、あの、池の活用についてです。農地でもあり、蓄電池でもありということです。